はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はガールフレンド音符の番外編その2ということで、画面に出ているですね、ガールフレンドカッコ仮フォースアニバーサリーライブの、チケットが当選しましたということで、まあそのお知らせになります。で、前回そのコミケに行ってガールフレンドのグッズを買ってきたというのはお話ししたと思うんですけれども、そのグッズを購入した際にですね、まあ、このチケットの、先行抽選券が、ついてきたので、まあ、ちょっと申し込んでみようかなと思って、申し込んでみたところ、まあ、見事当選しましたと。で、席の方がプレミアシートになっているんですけれども、これ3種類から選べて、通常が、5000円で、なんか特典付きっていうのが1万円くらいで、プレミアシートが1万5000円で、まあ、せっかくだからこのプレミアシートで、申し込もうと思ったところまあ見事ね、当選になりました。で、一応このね、一般販売が10月1日からだったと思うんですけれども、まあちょっと、詳細の方は、自分で調べてみてください。今の発言に、責任は持てませんので。おい、10月1日じゃねえじゃねえかって言われてもちょっと責任は持てませんので。で、というわけで、今回はですね、まあこの、ガールフレンドカッコ仮フォースアニバーサリーライブ11月6の17時公演ですね、まあ、こちらに行ってきますという、お話になります。はい、ではですね、優勝ラックストーン限定ミラクル勧誘スター選抜総選挙記念 SR&SSR ガールは思い出ガールのみ出現ということで、これはね、引くしかないでしょう。これはね、引きますよ。3回引けるということで、でしかもセットで、投票券と SR のラブクリスタルがついてきますというものになってます。じゃあちょっと思い出があるですね、まあ、どんなのいたのかなと、見返してみると、まあ、ここに出てきているのは、まあ、黒江先輩、上条さんとか、出てきているんですけれども、こっちの下の方ですね、 SR 以上思い出がある確定で、まあ、SSR なんですけれども、この中でいくと、まあ、欲しいのは笹原先輩ですね。童話の世界の笹原先輩、これが欲しいですね。で、あと一応 SSR で、持っているものだと誰持ってたかな。まあ、バレンタインの上条さん持ってますね。で、ナースの村上先輩も持ってて、あとは不思議の国のももちゃんか、多分ここら辺だと思うので、まあ、1枚出てくれればラブクリスタルで、重ねることができるので、全然いいですね。ただ今回は別に SSR が確定なわけではないので、3回引いてね、1枚出てくれれば全然いい感じではあるんですけれども、まあ、ちょっとそこは、どうでしょうかね。じゃあ SR の方ですね。もうこれは一番上に来ましたね。もうこれですよ、一番上の不思議の国のゆずちゃん。これもうね、マジで欲しいっていう。本当に欲しいっす。本当に欲しいっす。で、あと、SR、誰持ってたかな？あれ、巫女の浅見系って持ってたっけ？なんか、忘れちゃったな。ここだけパッと見ると。あとね、バレンタインのね、天津先輩も欲しいっすね。バレンタインの天津先輩もめっちゃ欲しいっす。ということで、まあ、ここら辺を狙って、ちょっとやっていきましょう。じゃあまず1回目11連、お願いします。で、最初のね、ここのね、演出もね、演出っていうかローディングもね、もう今は当てにならないんで、王冠はなしですね。2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、おお、ここのやちゃんで、7枚目、8枚目、9枚目、10枚目、お、あれ、ここのやちゃん一気に重なったな、人口。こういうもんなの、結構なんかさ、同じの自分出やすいっすよね。あれ、また出たみたいな。ということで、まあ、2枚出てくれて、しかも、ここのえちゃんが、重ねられるので、全然いいでしょう。このまま、じゃあ、続けて、
次の11年を行きます。お願いします。まあ最初はまあまあの立ち上がりですね。立ち上がりはまあまあ。そこからおお王冠来た、王冠来た。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、いつ来るんだよ。5枚目、また来ない。おお SR、 まあ普通の衣装ですね。何枚目おお村上先輩、これも一気に重ねられるな。いいねいいね。ラブクリスタルのね節約になるっていうのはねかなりでかいですね。ラブクリスタルはねやっぱり取っておきたいっていうのがありますので、まあ本当にここぞっていう時にね使いたいので、なので2回目も、SR2 つ出ましたね。1枚が、足この足なんだ、ちょっとこっから見れるかな。まあ超いいね判定アップか。まあでも衣装なので、いいでしょう。であとは、ナース村上先輩ですね。さあそして最後、ここまではかなりいい感じできてるから最後もいい感じで締めてほしいんだけど、さあ最後に来て、どうだ、王冠来たーマジかこれ1枚目、2枚目、3枚目、おお来た来た来た、笹原先輩、これはもう重ねよう。村上先輩にラブクリスタルも使いたかったけど、ちょっとこれはね笹原先輩にぶち込みますね。であとは普通かな。うん、まあ1枚だけ、そうですね、まあ1枚だけでしたけれども、欲しかった笹原先輩が来ましたね。いやー嬉しいなこれは。 SSR2 つ来てというようなかなり上々の結果ですね。これはかなり嬉しいです。ではうちのガールズたちをちょっと進化させていきましょう。まずちょっとラブクリスタルの、所持数から確認していきますと、 SSR が6個あるので、これはもう6個、笹原先輩にぶち込みます。で SR が、5個なので、まあ3つ分は九重先輩の方にぶち込んじゃっていいかなと。で R のラブクリスタルは全く使ってないですということで38個余ってますと。これなんか別のものに処理したいんだけど、どうにかならないのかな。じゃあちょっと進展で見てみますか。まずね村上先輩もねここでね2段階になるんで、本当はね最終段階まで持っていきたかったんですけれども、ちょっとラブクリスタルが、足りないので、今回は村上先輩は2段階目と。まあこれでねいつか村上先輩の3枚目もゲットできればラブクリスタルなしで最終段階まで持っていけるので、まあそれもそれでありですね。あとは笹原先輩はちょっと最後にやりましょう。九重先輩をまず普通に進展をさせまして、てかこの九重先輩っていつのイベントで出てたの全然わかんないんだけどいつこんなのあったっけっていう。動画の世界の時か、そうかそうか。あんまね自分がね走ったイベントとかはやっぱり記憶に残ってるんですけど、まあ自然回復分だけでいいやっていうのはねあんまり印象ないっすね、こうやって見てみると。でちょっと九重先輩は、SR ラブクリスタルを使って、最終まで持ってきます。これでまたちょっと好感度を上げないといけないのが増えちゃったから大変だな。いいねラブクリスタル。あこれ確かに見覚えがあるな九重先輩。
この世で一番美しいのは私になったのね。ああ、心躍るわ。なんて輝かしい世界。確かになんて輝かしい世界なんだ。今俺はそんな気分っす。じゃあ笹原先輩にラブクリスタルを投入します。進展開始。この笹原先輩っていつ出てきたんだっけまた覚えてないな。よし、2段階目。あれ、これも童話の世界か。童話の世界走ったんだけどな童話の世界ははるかちゃんだったんで走ったんですけど走る方に注力をしてガチャの方は全然注目してなかったってことだな。あ、変えちゃった。進展させるガールを変えるわけじゃないんで。いや、これでラブクリスタル使い果たしましたね。まあでもそういう時のためのラブクリスタルなんで、お気に入りのガールが来た時にぶち込むと。いやー、いいね、笹原先輩のウルトラR完成した。これちょっとなんだっけあれフレンド用のものに付け替えよう。まあスコアアップですしね。 OK。あ、これで終わりか。よし。じゃあちょっとあとね、今そう選挙のね時なので、ちょっと選挙情報も確認していきますか。まだね一回も投票してないんで99プラスになってんな。146枚か。じゃあまあどういうことが起こるのかと。これすごいっすよね、トップ3のガールは CD 化決定ってだからこれね、 CD 化決定ってことは、あのお気に入りのガールをまあ選んでもいいと思うんですけど、俺ね声優さんで選んでもいいと思うんですよね。要はこの声優さんの歌聞きたいっていうのあると思うんですよ。だからまあお気に入りのガールの歌を聞きたいっていうのもあると思うんですけど、声優さんで選ぶっていうのもねいいと思うんですよね。でまあガール一覧見てみるともうこれ見てみるとさ、なんかすごいよね、もうほんと。真白瞳子ちゃんから来て、そうっすね、ゆずちゃん選びたいっすけどね。ゆずちゃん選びたいっすけど、俺声優さんでいくとまあやっぱり井上喜久子さん好きなんで、天津会長に入れたいっていう気持ちもありますね。これでもこうやって見ていくとまあすげえ悩みますよね。いやー、こういろんな人が出てきて、これだからね、ちょっとね、声優さんもね、もし書いてもらえるとすげえ良かったと思います。下に、かっこ、声優誰々みたいな。あ、このいちごちゃんの SSR かわいいな。わ、これ何よ？これ見れるのかな、情報。こっから。見れないか、さすがに。いちごちゃんの情報は？見れる。あ、ここからでも。いちごちゃんの情報からいちごちゃんの声優さんが見れるのか。でもそれだと声優さん一回一回チェックしないといけないっていうのもあるから、やっぱりこのね CV っていうのをもう直にこの画面に載せてほしかったですね。あれ消しちゃったけどというところで、じゃあ今回はこれで終了して、まあスター選抜の投票をするときはまた一つ動画を作ろうかなと思っておりますので、まあ、今回はね番外編ということだったので、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。